水野俊方筆、十六河川より、阿弥笠茶屋寛永頃、夫人阿弥笠茶屋は、江戸時代、遊郭に入る客に顔を隠すための阿弥笠を貸した茶屋である。江戸吉原の場合、吉原が日本橋の元吉原から、専属村に移ってから、これを新吉原と言ったが、ここに通う客は、やという間に切った。 馬方は小小説を歌いながら、神原を通って、西方寺の辺で馬から下ろした。しかし、原読頃から、雇い馬が衰え、籠が多くなった。雇い馬を利用した頃は、馬から降りると歩かなければならない。そこで他県をはばかる者は、泥町の茶屋で、網笠を借りて、大門を入ったのである。この網笠を貸す茶屋を、網笠茶屋と言った。 自分が持ってきたみ笠は手編み傘といった。天保以前は、田町から包みへ上がる両側に10軒ほどあったが、その後まもなくなくなり、田町の網笠茶屋という名が残った。しかし、天保の後、岡場所が禁じられたため、方々にあった茶屋が多く、田町に移ってきた。そのためにその辺はほとんど茶屋ばかりになり、他行の家はほとんどなかった。 包みを降りたところに10軒ほどかけあんどんの野号の肩に、網笠茶屋と最初しただけで、残りは、野号だけであった。吉原大前には、網笠茶屋というは、大門の外五十感動の内左右に十ずつ二十軒あり。昔は満脚この茶屋にいたり、網笠をかむりて大門へ入ることなりしが、今は二十軒の茶屋はあれど、網笠は店へ吊るさず。 この二十景表へ二回をつけるなしとあり、金素ぎには、イニシエは大門に、網傘ガサ茶屋あり、遊郭網傘を借りて大門に入ることなり、網傘を借りるに、ゼに百分を出して借り、キロに、これをかへせば六十四分回せしということ、浅草の奥山に店を張りしど状態ゆうの、一菱話なりき。これは今酒屋にて樽を借りて、村内を出すが如とくなるべし。 かかることもおともなく小敷の家に話し伝えたるもおかし。案ずるに大門より入りて、網笠がさをかぶらざるは、原富より始まれるとぞ。原富はゴルス巨よりきの原富五郎五部大う、三味線の名人なりとある。これによって、気優将欄には、吉原に通う者、あみがさきざるようになりしは教法より、稀になり、原文に至りて、全くやみたりとあるが、 文化頃まだ名残があったことがわかる。ありがとうございます。